こんにちは、まち電機です。今回ですが、関西で一人暮らしをされている方で、もしね、まだこの電力会社を使っていない方がおられたら、今すぐにでも乗り換えるべき電力会社を紹介していきます。まあ、これからね、関西で一人暮らしを予定している方にもおすすめしたい電力会社です。まあ、電力のね、自由化以降電力会社が非常に多くなっているので、まあ、どの電力会社が安いのかよくわからないって方も多いと思うんですよ。で、電気代のね、計算やシミュレーションサイトを使ってみるんやけど、まあ、本当に安くなるかよくわからへんし、まあ、失敗するのも嫌なんでね、結局放置してる。まあ、でも電気代を安くしたいっていう方もね、多いのではないでしょうか。まあ、僕もね、電気関連の仕事してなかったらそうなってると思います。電気代の計算ってね、ややこしいので、計算式とかね、見るだけでも嫌ですよね。まあ、そこでですね、まあ、どの電力会社を使えば電気代が一番安いのかっていうのを、人気の電力会社を含む40プランの電気代を計算比較して出してみました。で、今回はね、一人暮らしの方に的を絞って安い電力会社を紹介していきます。まあ、ただ関西はね、ほとんどの人がある電力会社の重量電灯 A というプラン1全くになります。で、なぜその電力会社が安いかという理由や、まあ、他の電力会社との比較結果も提示してますので、関西で一人暮らしを予定している方や、すでに一人暮らしをしていて、まあ、意味わからん電力会社を使ってるとか、電気代を安くしたいっていう方にはね、参考になる内容ですので、まあ、ぜひ最後まで見ていってください。では解説の方に移っていきます。はい、ではですね、関西で一人暮らしをされてる方、またこれからね、しようとしてる方に、まあ、ぜひともね、おすすめしたい電力会社を紹介していきます。で、その電力会社がですね、大手電力会社関西電力の重量電灯 A というプランになります。この電力会社がね、ほとんどの方の最適解になるかと思います。で、ほとんどっていう風に表現してるのは、当てはまるならば関西電力の重量電灯 A よりもお得なプランが2つあるからです。で、1つ目が電気の使用量が少ない方ですね。具体的な数字で言うと 42kWh 以下、これくらい電気の使用量が少ない方は、大阪ガスの新生活応援プランの方がお得になります。で、もう一つがですね、市場連動型電気の取引価格に応じて電気料金の方が変動するプランですね。まあ、これが OK だよっていう方で、とことんね、安さを追い求めたいような方はループ電気のプランがおすすめにはなります。で、これらのね、電力会社が本当に安いかっていうのを、実際に電力会社を比較して検証の方を知っております。で、そのね、比較結果の方を紹介していきたいんですけども、紹介する前に、電力会社を比較するにあたって比較した条件をね、紹介していきます。で、今回はですね、電力会社25社の中から人気の電力プラン40プランの方を比較して、どの電力会社のどのプランが安いかっていうのを出しております。で、オール電化向けのね、プランの方は今回比較対象に含めておりませんので、ご了承ください。で、電気料金の内訳には、燃料費調整額や再エネ賦課金、電源調整額、市場連動調整額など、まあ、いろんなね、項目があると思うんですけど、まあ、今回は全てをね、含む形で電気代の方を計算して比較しております。で、次にですね、燃料費調整単価は年間のね、平均単価で計算いたします。で、これね、なぜ年にするかというと、毎月毎月燃料費の方は変動しますし、また電力会社によってもこの単価を計算する計算式の方が異なったりするんですよ。で、単価の計算で使う燃料費の算定期間なんかも電力会社によって違ったりしますので、まあ、それを統一するために年間の平均単価で計算しています。で、直近のデータを使いたかったので、2022年の10月から2023年の9月の期間の平均単価を計算して電気代の方を計算しています。で、市場の取引単価の方も同じで、こちらも年間の平均単価で計算しております。まあ、理由はね、燃料費の方と同じで、電力会社によって算定する期間の方が異なってますので、それを統一するために年間の平均単価の方で計算して比較してます。で、今回比較する電気の使用量の方は 200kWh、150kWh、100kWh、50kWh の4つで比較しております。で、これらの条件で電気代の方を計算した結果がこちらになります。まずね、電気の使用量 200kWh からですが、これ安い電力会社順に並べてるんですけど、まあ、一番上に来てるのが関西電力の重量電灯 A、 電気料金の方が4651円で、ここがね、 200kWh だと一番安い感じになります。で、次が新エナジーって言って、新電力でもね、なかなか人気の新
新電力の会社なんですけど、まあ、ここは4996円と、まあ、300円近くね差が出てる感じになります。まあ、それ以降はね5000円後半と一気に跳ね上がりますので、ちょっとね寄ってない感じになります。まあ、ですので電気の使用量 200kWh だと関西電力のね重量電灯 A が一番安い結果となります。で次に 150kWh ですが、こちらもね先ほどとは結果が同じで、一番安いのが関西電力の重量電灯 A、 次に安いのが新エナジーの基本プランになります。まあ他はねもう寄ってませんので、次 100kW いきます。で 100kW も結果がね同じでして、一番安いのが関西電力の重量電灯 A、 次が新エナジーの基本プランになります。で最後50kWh ですが、まあ、50kWh になってようやくね順位の方が変わります。まあ、関西電力の重量電灯 A が1位っていうのは変わらないんですけど、まあ、2位にね大阪ガスの新生活応援プランっていうのが出てきます。で3位に新エナジーの基本プランが出てくるっていう感じですね。まあ、50kWh だとこれ関西電力の方がまだギリギリ安いんですけど、まあ、これを 40kWh の使用量にすると大阪ガスの新生活応援プランの方が安くなります。まあ、ですので、まあ、50kWh 前後であればね関西電力の重量電灯 A でも全然問題ないんですけど、まあ、もし年間通して 40kWh も超える月がないっていうような方は大阪ガスの新生活応援プラン使う方がお得ではあります。まあ、関西電力ね使ってても全然失敗ではないと思いますので、まあ、ご自身の使用量を見てここは選んでいただければいいのかなと思います。まあ、各使用量のね比較結果がこんな感じになりますので、まあ、冒頭でも言ったようにほとんどの方が関西電力の重量電灯 A を使うのが最適解になるかと思います。で最後にですね、まあ、最初に紹介した関西電力の重量電灯 A と大阪ガスの新生活応援プラン、あとループ電機のスマートタイム1っていうプランですね。まあ、この3つが、まあ、なぜ安いのかっていうのを紹介してね終わりたいと思います。まあ、まず関西電力の重量電灯 A っていうプランなんですけども、まあ、このプランはですね、まあ、最も基本となるプランでして、料金の構成の方も最低料金プラス電力量料金プラス燃料費調整額プラス再エネ賦課金と、まあ、一番ねシンプルな構成になってるかと思います。で電気料金の方はこんな感じですね。でこのプランがなぜ安いかというと、まず一つ目に燃料費調整単価の方に上限が残ってます。でこのプランは規制料金っていう規制されてるプランになりますので、燃料費の上限をそう簡単になくすことができません。まあ、ですので未だに上限の方が残ってます。で二つ目に燃料費調整単価を計算する計算式の方が古いままなんですよ。で何が古いかというと、昨今燃料費がねすごい高騰してるっていうことは皆さんご存知かと思うんですけど、まあ、北海道電力とか東北電力なんかはその高騰した後の燃料費を基準とする計算式を使って燃料費調整単価の方を計算されてるんですけど、まあ、関西電力に関しては料金のね見直しがかかってない関係で、燃料費調整単価は高騰前の燃料費を基準とする計算式のまんまなんですよね。でこの古い計算式を使って計算すると燃料費調整単価の方は高くなります。まあ、なので周りの電力会社とかは電気料金の方が高くなりがちなんですけど、まあ、関西電力の重量電灯 A に限っては燃料費調整単価に上限がありますので、いくら燃料費調整単価が高くなろうとある一定以上単価は高くならないんですよ。ですのでこの重量電灯 A だけ電気代が安いという感じになります。であと最後に料金の値上げを行っていないっていうのも理由の一つです。2023年の6月にね他の電力会社さんは料金を上げたんですけど、関西エリアは料金の方をね値上げしてません。でその6月の値上げに便乗してクソみたいな新電力は料金をね値上げしたりしてるんですけど、関西電力の重量電灯 A に関しては料金の値上げをしてませんので、まあ、それもね安い理由の一つになります。まあ、少し長くなりましたが、これら3つの理由で重量電灯 A の方は料金が安い感じになります。で次に大阪ガスの新生活応援プランですが、まあ、こちらもね関西電力の重量電灯 A と同じで、電力料金の構成の方は一番シンプルなものになります。最低料金があって、電力量料金があって、燃料費調整額があって、再エネ賦課金があるような構成です。で電気料金の方はこんな感じになっております。でここがねなぜ安いかというと、まず基本料金がね安いです。関西電力の重量電灯 A は
基本料金、まあ、最低料金の方が 433.41 円かかるんですけど、大阪ガスの新生活応援プランの方は基本料金がね、200円となってます。で、二つ目が 20kWh までが基本料金となってます。で、重量電灯 A の方は 15kWh までが基本料金ですので、まあ、5kWh ほどこちらのプランの方が多い感じになります。で、使用量が低いと、この 5kWh が地味に効いてきますので、まあ、これもね、安い理由の一つです。で、三つ目が安い理由じゃなくて注意してほしいことなんですけど、まあ、このプランは 20kWh 以降の単価がめちゃくちゃ高くなります。1kWh 26円の単価になりますので、重量電灯 A と比べたら5円ぐらいね、差があります。ですので、40kWh 以下とかに収まるならいいんですけど、まあ、冬場、夏場とか、電気代使うときにめちゃめちゃ上がってしまうっていう方は、重量電灯 A 使う方が確実です。で、このプランを使えるほど電気の使用量が少ない方は、ぜひね、ガス会社も大阪ガスを使ってみてください。このプランね、オプション割引というのがあって、電気もガスも大阪ガスにすることで、基本料金をね、0円にすることができます。まあ、関西でガス会社といえば、大阪ガスっていうぐらいメジャーなガス会社ですし、うちも大阪ガスをね、使ってます。まあ、よかったらね、セットで使って、さらに電気代の方をね、安くしてみてください。で、最後が、ループ電気のスマートタイム1っていうプランなんですけど、こちらはだいぶ変わったね、料金プランでして、電気代の構成の方も、固定料金プラス、市場連動調整額プラス、再エネ賦課金という感じになっております。で、このプランがなぜ安くなる可能性があるかというと、まあ、このプランの特徴でもあるんですけど、30分ごとにこの市場連動調整額っていうのが変動します。電気を取引してる市場があるんですけど、そこの取引価格っていうのも、時間ごとにね、変動してまして、昼間とか需要が多い時間帯は高いですし、夜中とか需要が少ない時間帯は単価の方がね、安くなります。まあ、その影響を30分ごとに受けるような感じになりますので、市場価格を意識しつつ、取引単価の安い時間帯を狙って電気を使えれば、電気代の方が安くできるっていうプランになります。で、まあ注意事項としては言うまでもないんですけど、市場価格の影響をもろに受けるっていうことですね。まあ、もろに受けるからこそ、電気代を安くできる可能性があるんですけど、市場価格がね、高騰してしまうと、とんでもないぐらい電気代の方が高くなります。またこのループ電気のスマートタイム1は、電気代の構成がね、非常にシンプルなだけあって、他の市場連動調整を使ってる電力会社よりも影響がでかいです。まあ、その分安くできるんですけども、まあ、高騰した時、どえらい目に遭うっていう可能性はありますので、まあ、少しでもね、安さを追い求めたいっていう方には、まあ、おすすめはしないですけど、まあ、使ってもいいかなって思える電力会社ですが、まあ、高騰するね、リスクがあるっていうことを忘れないようにしてください。はい、というわけでですね、今回は関西で一人暮らしをされてる方や、これからね、一人暮らしをされる方向けに、まあ、ぜひともね、おすすめしたい電力会社の方を紹介いたしました。まあ、動画でもね、解説した通り、ほとんどの方が関西電力のね、重量電灯 A1 一択になるかと思います。電気のね、使用量が低い方のみ、大阪ガスのね、新生活応援プランもおすすめにはなりますが、もう迷ったらね、関西電力の重量電灯 A で間違いないかと思います。で、概要欄の方にですね、まあ、動画内で紹介しきれてなかった電力会社の比較結果の方をね、貼っておきたいと思います。まあ、動画内で自分の使ってる電力会社の比較結果が見れなかったっていう方はですね、まあ、そちらのリンクの方から見てください。で、また、今使ってるね、電力会社が今回の比較対象になかったとか、この電力会社どうですかっていうようなことがあれば、まあ、ぜひコメントでね、教えてください。まあ、僕がね、わかる範囲、計算結果出せる範囲にはなりますが、回答の方をさせていただきます。はい、というわけでですね、今回の動画はこれで以上になります。まあ、今後もね、電気代の比較動画を中心に電気の悩みを解決する動画も発信していきますので、まあ、この動画が参考になったよっていう方はですね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。じゃあねー。